それから続きましてですね、管理職が一個ボス宣言を行いますというふうなことでございます。これもすでに前回の定例記者会見で私自身がですね、イクボス宣言を行わさせていただきました。さらにですね、今度は約1月後になりますけれども、8月の24日、いわゆる管理職全体がですね、イクボス宣言をするというふうなことでございます。それで、これですね、これが、私たちのイクボス宣言ということで、8月24日に、されるイクボス宣言でございます。その中身を申し上げますと、マーツーサーかというふうな形で、入れさせていただいているんですが、まずコミュニケーションで助け合いと、それから2ですね、使います、休暇で心と体のリフレッシュ、差が最大限パパの 育休応援します、蚊が帰ります定時で体調を目指しますというふうな、ことで、一応、松坂の言葉に合わせたですね、そういう育没宣言になっております。実を言いますと、これに先立ちまして私も女性職員、特に育児休暇を取得中、もしくは、いわゆる部分休業であるとか時短ですね、そういった育児に関しての制度を利用している女性職員と、懇談をする場を設けさせていただきました。そんな中で、実際にどういったことが助かるんやと、どういったことが希望なんやというふうな中で、特に非常にありがたかったというのは、男性のですね、パパの育児休暇というのは非常に助かると。市役所の場合、夫婦で、役所で知り合って結婚したというケースも中にはたくさんございますので、男性の育児休暇というのに対してですね、非常に肯定的に受け止めていただいています。特に多分女性職員はそのことに対してはかなり肯定的に受け止めているというふうな、ことでございまして、私もこれについては積極的に今後もさらにですね、男性の育児休暇取得に対してですね、使っていただくようなお願いをしていこうと思います。それからコミュニケーションで助け合いというふうなことの中で、やはりその職場の中のですね、連絡、それから調整、さまざまな今管理職のマネジメントというものが求められております。例えば課の中で片一方の部署は非常に激務をやっていると、片一方の部署はですね、定時で、帰っていけるような状態というふうな中で、やはりそれはいわゆる管理職のマネジメントが求められているというふうなところがございます。そういったことをですね、これから管理職の皆さん方は取り組んでいってもらう。それからこれもすでに報道もさせていただきましたが、特にこの夏休み連続休暇の取得というふうなことでお願いをさせていただいているところでございます。この結果についても一度きちんと整理をしていこうというふうなことで考えております。たくさんの方が育児休暇を使っていただこうと、そして、何よりもやっぱり働く皆さんのですね、健康というふうなことを考えますと、極力やっぱり残業を減らしていく、ということが非常に大事なことかと思います。そういった、帰れる職場と、帰れる雰囲気っていうんですかね、そういったものをやっぱり大事にしていかなくてはならんというふうなことで、今回管理職の皆さん方が全員がですね、この8月の24日、部長さん方が、部長級の皆さんが代表して集っていただいて育没宣言をするというふうな予定になっておりますので、ぜひともまたよろしくお願いいたします。